おお、みんな、ウミネコの鳴く頃にお疲れさん。やれやれ、わけがわかんないうちに物語が終わっちまったな。つまりなんだ？あれは結局犯人は暴けず時間切れのバッドエンドでしたってことなのか？おお、きっとバッドエンド。おお。そうだね。1日目の夜にマリアちゃんが読んだベアトリーチェの手紙に自分の謎を解いてみろとちゃんと予告してたもんね。僕たちは自衛や犯人を探るのに忙しくて全然その謎に挑まなかったし。そうですね。ちゃんと碑文の謎に挑んでいたら違う結末もあったのでしょうか。それはどうかな。シャノンちゃんもお疲れ。お茶の給仕なんてしなくていいぜ。何しろここはお疲れ様会なんだからよ。ひでえ目にあった者同士、仲良く傷の舐め合いをしようぜ。ベロベロベロ。ひでえ目って言ったらシャノンがぶっちぎりだったぜ。綺麗どころのキャラだからてっきり最後まで生き残るかと思ったら一番最初に殺されるし、しかもなんだっけ、顔面を半分砕かれてたんだっけ。最悪だよな。そういうお役目でしたら、その仕方ありませんし。姉さんが気にすることはないよ。お嬢様方もラストのエピローグを見る限り相当悲惨な最後を遂げられたようだしね。どうもそうみたいだね。なんだか全身を食いちぎられてバラバラにされたみたいな恐ろしい描写があったような気がするよ。それを言ったらカノン君の最後が一番かっこよかったと思うぜ。返り討ちとはいえ犯人と一騎打ちだろ。俺らのよくわからん最後よりは数段マシだぜ。結局何も歯が立ちませんでしたが。でもカノン君の死は大きなヒントになったと思うな。だってあのせいで19人目の存在が明らかになったんだから。そうだね。あの時点では全員の所在が明らかだった。だからカノン君を殺せるのは未知の19人目しかありえない。うん、マリアは最初からベアトリーチェだってずっと言ってる。うん、信じたくはねえけど、ベアトリーチェを名乗る魔女が犯人ってことになるんだろうぜ。そうですよね。人にはできない不思議なことがいっぱいありましたし。うん、エヴァおばさんの密室殺人とか魔女にしかできない、人間にはできない。うん、19人目が存在することが明らかで、しかもその人物は人間では考えられない力を持っている。となればその人物をベアトリーチェと呼んでも差し支えはねえだろうぜ。多分僕たちはラストで出会っているよ、黄金の魔女にね。だからマリアはベアトリーチェがいるってずっと言ってる。みんなずっと信じなかったからダメだった。うん、信じないと奇跡は起きないって友達の魔女も言ってる。うん、そうですね。ベアトリーチェ様は敬う者に寛大だそうですし。マリア様は恐ろしい事件が次々と起こっていっても最後までベアトリーチェ様の脅威からは外されていたように思います。マリアは一番の最初からベアトリーチェを信じてたもんな。んでもそれじゃあ同じように信じてたカノン君たちも殺されたのは納得がいかないぜ。それは多分ベアトリーチェ様なりのご都合があられたのでしょう。碑文の歌がベアトリーチェ様の復活の儀式を意味するものなら大勢の生贄が必要だった。その一人にご指名をいただけたということなのでしょう。シャノンちゃんはひどい最後だったよ。せめてもう少し綺麗で安らかな方法もあったろうに。まあその痛かったわけじゃないですし、それにほら今はこうして全然平気ですから、へっちゃらです。でもこう言っちゃなんだけど、僕はてっきり本格ミステリーだと思ってたからね。ファンタジーだと分かってちょっと驚いてるよ。遺産をめぐる外界から隔絶された孤島の洋館物なんて推理物の王道だと思ってたからさ。ふーん、ファンタジーじゃない、ベアトリーチェはいるの。おー、
ええ、わかっています。ベアトリーチェ様は、いらっしゃいます。そうですね、ベアトリーチェ様は、いらっしゃいます。悔しいが、認めざるを得ねえよな。19人目の魔女の関与は明らかだしな。人間には不可能なことをいくつもやってのけてる。劇中の僕らは、それを否定したくて、あれこれと考えたけれども、今なら、はっきり言えるよ。どれもいずれも、すべて、人間には不可能な犯罪だった。魔法の力を使いこなす、魔女のベアトリーチェにしか成し得ない犯行だよ。犯人は魔女だった。その一点において、何の曇りもねえぜ。ベアトリーチェ様万歳ってわけだ。みんな信じた。マリアは嬉しい。神様も魔女も、怖がる人には恐ろしい存在かもしれませんけど、信じ、敬う人にとっては、きっと、慈しみのある存在に違いないと思います。姉さんの言う通りだと思います。じゃあさ、せっかく殺人事件ごっこは終わったわけだし、ここで気を取り直して、ちゃんとベアトリーチェの言う通り、碑文の謎に挑戦してみねえか？うん、賛成！きっとベアトリーチェも喜ぶ！劇中ではみんな無視してたからね、あの手紙は。せっかく出題されたのに、ほとんど無視されて、なんだかかわいそうですね、ベアトリーチェ様。碑文のメモがある！みんなで謎解き、みんなで謎解き！物語は多分、この時点から間違ってたんだろうね。そうかもしれません。私たちはベアトリーチェ様のご指示通り碑文の謎に挑むべきだったのかもしれません。まあすっかり遅くなっちまったけどな。今からでも再挑戦するってことで魔女様には許してもらおうぜ。ささ碑文の謎に挑戦してみよう。何何、懐かしき故郷を貫く鮎の川。ちょいと待てよ、お前ら。お前ら、さっきから聞いてりゃ、何を思考停止してんだ？なんで魔女の仕業ってことで決まってんだよ。そんなのあるわけねえじゃねえかよ。だって、明らかに人間には無理な事件だったじゃないか。そうだぜ。どの事件も人間には無理なことばかり。そうですよね。だって人間じゃ説明がつかないことばかりじゃないですか。バトラ様が何を言い出すのか僕にはわかりません。お前たちこそ、何を口々に言い出すのかさっぱりだぜ。こんなの人間が起こした事件に決まってるじゃねえかよ。魔女なんているわけねえだろ。じゃあ、私が倉庫の中で殺されてた時、顔の半分をひどいことにされていましたが、あれは人間が犯人なら、どう再現するというのですか？そりゃあ、どうやったらあんなひでえことができるのか、ちょっと想像はつかねえけどよ。でも、あそこはバラ庭園の倉庫だぜ。きっと、中に妙な道具とかがいくらでもあっただろう。わかんねえけどよ。例えば、電の子とかグラインダーとか、そんな電動工具でも使ったのかもしれねえじゃないか。それは、その。
じゃあバトラー、じい様が密室の書斎から消え去っていたのはどう説明するんだよ。扉は封印されていたのに、じい様は忽然と消え去ってたぜ。その話は劇中でも出ただろ。じい様が何らかの方法を使えばレシートをごまかすことは不可能じゃない。あるいは窓から出て、あるいは落ちて、夏日おばさんが窓を内側から施錠した可能性もある。別に魔法を使わなくたって他にもいくつか手は思いつくだろうぜ。それはそうだけどよ。ならバトラ君、僕の母さんたちが客室の中で殺されていたのはどう説明するんだい？扉には鍵もチェーンもかかってた。無論窓もね。どうやって人間に母さんたちを殺せたって言うんだい？まあ確かにそのトリックは劇中でも保留になったままだったな。とにかく犯人は鍵だけは持ってる可能性が高いからな。チェーンに許される程度の扉の隙間は確保できたわけだ。非常に苦しい話だが、その隙間から何かの仕掛けを施した可能性はあり得るな。いや、あるいはその隙間から何かを出したとか。確かにチェーンってのはえらいシンプルだが、密室を構成するでかい要素だな。だが密室トリックなんて、およそやり尽くされてるんだ。そこいらの書店で密室ミステリーを数冊買ってくりゃ、どうせビンゴなトリックが見つかるだろうぜ。とにかく、俺には思いつかねえが、どうにかやりくりすりゃ、人間にできないことはないだろうって断言できる。それはひどい暴論じゃないかい？説明できないのに、人間に可能だと断言できるなんて、めちゃめちゃだよ。何がどうめちゃめちゃなんだよ。兄貴たちは何を思考停止してんだよ。一見できなさそうに見えても、どうせできるんだよ。それが、お約束ってもんだろうが。めちゃめちゃなのはバトラーの方だぜ。人間にできるってんなら、説明してみろよ。できねえだろ？できなきゃすぐに、犯人は魔女ってことで落ち着くのかよ。その論法で言っちまったら、世界中の未解決事件は全部、魔女が犯人ってことで決着しちまうぞ。バトラは問題をすり替えてるし、何も説明してない。マリアたちは人間にはできない、だから人間じゃない存在が犯人、それが魔女だとそう言っている。なのにバトラは説明できないけど魔女はありえないとか一方的な決めつけで言ってる。まるで無知な時代の人類のようだね。地球が回ってるはずがない、説明はできないけど宇宙が地球を中心に回ってるんだと言い張る愚か者のよう。なんだか気に入らねえ論法だが、つまりお前らはこう言いたいのかよ。人間に可能だと説明できないなら、犯人が魔女ベアトリーチェであることを受け入れろってことかよ。そこまで押し付けているわけではありません。ただバトラ様が何を根拠にそのような弱い事を言い出すのかと思いまして。弱い事ってなあ、俺ってさっきからそんなに変なこと言ってるか？おかしいのは俺なのか？さっきからえれえ不愉快だぞ。バトラ様、僕は自分が死んだ時ボイラー室で存在しないはずの19人目に殺されています。それが人間の仕業だと説明できるのですか？あの時、18人の所在は全員がはっきりしていました。にもかかわらず、僕は殺されている。その件も劇中で言ってるぜ。例えば、熊沢のばあちゃんだ。カノン君がボイラー室に降りてからすぐ後を追ったと言ってるが、実は嘘かもしれねえ。一緒にボイラー室に入って、不意をついてぶっすり行っちまったのかもしれねえ。あるいはボイラー室に踏み込むと何かのトラップが発動して例のアイスピックが打ち込まれるように仕掛けられていたのかもしれない。何しろ焼却炉からはじい様の遺体の悪臭だ。必ず誰かがやってくるわけだから、仕掛けだけ施せば犯人はその場を離れ、カノン君の死亡時刻にアリバイを作ることは十分できる。ボイラー室のトラップってどんなのですか？そうだよ、あの後すぐみんながボイラー室に駆けつけた。でもそんな変な仕掛けは見つけられなかったじゃないか。さようです、バトラ様。どんな仕掛けで僕は殺されたというのですか？
いや、それはわからねえ。でも、とにかく、何かの仕掛けをうまくやってたな。あるいは、誰かが嘘をついて、こうも考えられるぜ。そもそもあれは、カノン君の自作自演だったとかな？そうだ自作自演だ。エヴァおばさんたちも自作自演なんだよ。自分で密室を作り、死んだふりをした。バトラー、お前、さっきから頭大丈夫か？冷たいお飲み物でもお持ちしましょうか？そこまでアーレミの目で見られるほど妙なことは言ってねえだろう。俺はあくまでも、トリックを考える上での可能性について言っただけだぜ。それにほら、死者が実は死んでないなんて、推理者のお約束じゃねえかよ。お約束って？つまりだ、カノン君が殺された時、確かに俺たち全員の所在ははっきりしていた。そして、熊沢のばあちゃんも嘘はついてないとする。でも、それは生存者だけの話だ。もし、死んだふりをして犠牲者に混じり、姿をくらましていた犯人が別行動をしていたとしたら、すべては説明できる。はぁ、つまり、エヴァおばさんたちが犯人だと言いたいわけか？でも、おばさんたちの死亡については、南條先生が医者として判断してるぜ。そうです。南條先生は、すべての犠牲者について確認しています。もしバトラ様の説を採用するなら、南條先生も犯人。ということになりますか？ああ、そうだな。南條先生が犯人の一味で、嘘の死亡宣告をしていたかもしれないと考えりゃ、話は変わってくるぜ。ほら、これも推理者のお約束じゃねえかよ。でも南條先生も殺されたよ。それは、だな。そうさ、南條先生は偽装師なんだ。何しろ、南條先生以外に検視ができる奴はいねえし。あの時はもう混乱してる状況下だ。本当に脈が止まってるかなんて、のんびり確かめてる暇もなかったぜ。この論法なら、死者は誰だって歩き回れたことになる。私たち最初の6人は、難しかったんじゃないかと思います。だって、シャッターを閉められた上に、内側からは開けられない南京錠をかけられちゃいましたし。そうだぜ。その鍵は母さんが預かった。じゃあ、母さんも犯人の一味だってのかよ。いや、最初の6人は無理そうだが、エヴァおばさんたちは外から鍵をかけただけだろ？なら、内側から開けられるし、そうさ、俺たちが部屋を出た後、窓から飛び出して、ボイラー室に先回りしたとか、苦しいか？あるいは、南條先生も検視を誤ったとかな？ほら、自分でも言ってたぜ。検視は誤信率が高いとかって、うまく偽装したとか、身代わり死体を用意したとかで死をごまかしたんだ。方法やトリックはこれから考えるとして、とにかく、19人目を否定することはそう難しいことじゃないんだ。ましてや、魔女？それだけは断じてありえねえ。バトラがさっきからなんで堅くなにみんなの中に犯人がいるようにしたいのかわかんない。つまりバトラは親族の誰かを疑いたいんだよね。そういうわけじゃねえ。ただその、安易に19人目を肯定はできねえし、仮にいたとしても、それは人間だって見地から話を構築すべきであって、それら全部を否定しきった最後の最後で、苦し紛れに出てくるのが魔女だろって話をしたいんだ。魔女なんているわけないだろ？なんでさっきからみんなは、魔女が犯人ってことでひょいひょい納得したがるんだ？そりゃ、身内に殺人犯がいると思いたくねえ家族愛は立派さ。でも、それでごまかしちまっていいのかよ？あれだけ大勢を殺した。憎き犯人を見つけ出したいとは思わねえのかよ。兄貴だって両親の仇を見つけたいだろ。ジェシカだってカノン君の仇を、そしてカノン君だってシャノンちゃんの仇を見つけたいだろ。シャノンちゃんだって自分を殺したのが誰なのか知りたいはずだ。なんでこうパーンと全面降伏して魔女が犯人ってことになっちまうんだよ。お前らさっきから何なんだ。
呆れてるんだよ。バトラはさっきから支離滅裂なことを繰り返しては何かを分かったような気になってるだけ。だからそれで人間にどうやって具体的には、そう聞くと決まってバトラは今は思いつかないけどとか、何かの仕掛けでとか、抽象的な言葉で逃げたりお茶を濁したり。むしろ知りたいよバトラ、どうしてベアトリーチェを信じないの？いるのにどうして？いねえからだよ、魔女なんか。いねえ。いるわけがねえ。まるっきり、ダダッコのわがままだぜ。バトラ様、お気持ちはわかりますが。ベアトリーチェ様は、いらっしゃるのです。バトラ君、どうして信じないんだい？これほどまでに状況証拠は揃ってるのに。説明できなきゃ全て魔女なんて。俺はそんな論法は認めねえ。どうして電球が明るくなるのか。仕掛けを知らなきゃ全て魔法ってことになるのか。違うだろ。魔法じゃなきゃ説明がつかないことなど存在しない。魔女だの魔法だのってのは思考の放棄だ。兄貴たちはわからねえ事件に屈服して降参しただけなんだ。そうだろ。やっぱりバトラだけはどうしても信じないね。誰か一人でも信じなかったら奇跡は起きない。だからバトラのその妄昧な思い込みを改めさせなきゃ奇跡が、魔法が完成しないんだよ。なるほどな。ようやく一端が見えてきたぜ。つまりお前らは俺に魔女様は存在するって言わせたいんだろ。全員が認めた嘘は真実になる。そういうこったろ。あいにくだな。ここばかりはあいにくだが、そいつは全然ダメだぜ。お断りだ。お前らが俺にそう詰め寄るからこそ、だからこそ全然ダメなんだ。どうして？悪いが、最後の最後で、もう一回チェス盤をひっくり返させてもらうぜ。魔女の存在を俺に認めさせたいなら、一番簡単な方法があるはずさ。それは、人間にはできないから魔女、なんていう遠回しな方法じゃない。魔女が魔法でやってみせた。それを俺に見せるだけの話なんだ。さらにだ。さっきマリアが言ったことが一番墓穴を掘ってる。誰か一人でも信じなかったら、奇跡は起きないってな。真の奇跡は、誰が信じようと信じまいと、勝手に起こる。たとえ俺一人が信じなかったとしてもだ。だからこそ、俺が信じれば成立する奇跡も魔法も、そして魔女も、嘘っぱちだってわけさ。よい、久しぶりに愉快な人間に出会えたものよ。お前誰だ？招かれた茶会のホストも知らぬか。よいよい。こちらのお方は千年を生きる黄金の魔女ベアトリーチェ様にあらせられます。ご機嫌麗しゅう、ベアトリーチェ様。バトラ君の暴言をどうかお許しください。こいつは頑固です。その、まだ自分の置かれた状況が分かってなくて。よいよい、千年も生きると大抵の魔女は生き飽き、そなたのような気骨ある男も時にはよい。ベアトリーチェがお姿を現してくれるのはとても光栄なことだよ、バトラー。
こりゃたまげたぜ。そこまでして俺に魔女が19人目が犯人だと思い込ませてえのかよ。ますますに気に入った。だから全然ダメだぜ。お前はマリアたちが主張する魔女ベアトリーチェの幻影というわけだ。そして全員がその存在を信じることでようやく存在を許される。そういう虚構の存在なんだろう。だから俺にも信じさせたい。俺だけが信じないから存在できない。そうなんだろ。魔に通じぬ凡夫の分際にしては理解力は悪くない。なるほど。どうやらそなたは生まれながらにして魔力に強い抵抗力を持つらしい。我ら魔女の天敵をどう逆さに振るってみせようと決して我らを信じない。だから魔法が及ばない。お前のその態度にも納得がいこうというものよ。何を言ってやがるかさっぱりだぜ。わざわざお姿まで現してもらって恐縮だが、俺はお前さんの存在なんてこれっぽっちも信じやしないぜ。確かにこの二日間妙なことは何度か起こった。さっきマリアに言われた通り、俺はそれらすべてにトリックの説明がつけられると思っているが、ここに具体的にはまだ挙げられてねえ。だが、だからといって屈するわけじゃない。俺は兄貴たちとは違うぜ。説明できないから魔女の仕業だなんて論法には絶対ならねえぜ。ますますに気に入ったぞ。お前は屈服させがいがある。お前のような男にこそ我が名を称えさせてみせたい。お前のような男にこそつま先にキスをさせてみたいものよ。寝言言いたきゃ好きなだけ言ってろ。俺はお前なんか否定してやるぜ。すべての出来事人間とトリックで説明してやる。そこには一辺たりとも魔女も魔法も入り込む余地はねえ。よい。それでこそ千年の退屈も紛れるというもの。ならば聞こう。お前は先ほどエヴァたちを殺すのに扉の隙間を利用すればよいと言って、人間とトリックでどう殺してみせるのか説明するがいい。いきなり一番辛いところから切り込んできやがったな。ってことはこのトリックが一番の自信作ってことなんだろ。真犯人さんよ。便利じゃねえかよ。さて、このわずかな隙間からどうして見せるのか。バトラくん、多分あのアイスピックを打ち出せる射出器があるんだ。そいつを使って、その隙間からは見えぬベッドの上のエヴァをどう狙うのか。そしてバスルームにこもり扉を閉めた秀吉をどう狙うの。くそ、隙間はある。何か方法があるはずなんだ。お前に思いつかぬならわらわがやってみせてもよいぞ。ほう、魔女様ならどうやって見せるったんだよ。お手並みを拝見してやろうじゃねえか。バトラ、ベアトリーチェに口の利き方が存在。よいよい、愉快な男よ。それでこそ屈服させる楽しみが増すというもの。そんなに俺につま先にキスをさせてえかよ。俺が降参したらな。だが見てろ、きっと俺がこのトリックを暴いて逆にてめえを俺のケツにキスさせてやるぜ。
愉快な男よ。覚えておこうぞ。その約束。弱き魔女は力を得るために悪魔の尻にキスをする。それを超える屈服の誓いはないから。そこまで言わせたからこそ、わらわはお前を屈服させてみたくなる。さあさあ、おいでなさいな、子供たち。我こそ煉獄の案内を。滞在を許せし、七つの悔いを持て。ベルゼブブにアスモデウス。さあ、罪を許しなさい。罪人の魂を解放なさい。うわ、ど真ん中というところ見てみよう。めちゃくちゃで、殺せてたまるかよ。殺せるとも、このように殺せるとも。カノンはさまつな怒りにとらわれ、わらわの宴を乱そうとした。怒りにとらわれやすいのに、お前の滞在を清め、悔いてやり直すがいい。ロンリチェス、ベアトリーチ様、どうかお許しください。カノン君は十分に反省したと思います。よい、わらわは敬う者に寛大である。ふざけるな！こんな三文芝居で俺がお前の存在を認めると思うなよ。何が千年を生きた魔女だ。てめえのトリックなんざ。千年じゃねえ、
せいぜい100年程度のミステリー界が作ったお約束の累積上にあるだけだ。魔法なんかじゃねえ、断じてねえ。事件の全ては人間とトリックで説明がつく。我が千年を人間どもの100年で語るか。よいよい。だからこそわらわはお前を気に入る。愚かなバトラよすんだバトラ君、ベアトリーチェ様に逆らっちゃいけない。シャロン、しっかりしっかり。どうしたってんだよ。クソ、なんなんだこりゃ。この赤いのは。頼む、バトラ君、ベアトリーチェ様を信じてくれ。故障だから。あ、君が信じないから、信じないから。魔法が、魔法が溶けてしまう。シャロン、シャロン。くそ。やめろ、やめろ、やめろ。シャを恥ずかしめるな。シャを恥ずかしめるな。兄貴が何をした？ジェシカが何をした？もうやめろ！バトラ、魔女なんかにくじけるんじゃねえぜ。否定しろ、バックしてやれ。こいつは誰か一人でも否定する限り存在できない。大丈夫か、ジェシカ。兄貴。
リーチェを信じて、じゃないとみんなの魔法が溶けてしまう。マリア、お前も全身に。わらわは魔法で全ての死者を蘇らせる。でもお前が信じない限り、それは真の力を持たない。もっともお前ほどの男がこの程度のことで屈服することはあるまい。パドロ、私たちは身内を疑いたくなかった。現実から目をそらしたから魔女に屈してしまった。でもパトラなら、パトラなら魔女になんか屈しない。ジェシカ、ジェシカ、パトラ、泣かないで。ベアトリーチェは死者を何度でも蘇らせてくれるよ。だから悲しくないよ。だから死んでもねえし。てめえは許さねえ。絶対に許さねえ。何が魔女だ、何が魔法だ。俺は全身全霊をかけてお前を否定してやるぞ。何が何でもてめえを認めるわけにはいかねえ。俺をここまで敵に回しやがった以上、絶対にてめえだけは許さねえ。許さねえ、許さねえ、絶対許さねえ。よくもこの後ろ宮バトラーを敵に回しやがった。何が何でも貴様を否定してやるぞ。どんな不可解だろうと全部人間で説明してやる。てめえをこの世から細胞のひとかけらまで残さず消し去ってやる。
よくぞ言ったぞ、バトラとやら。それでこそ、我が千年の退屈も紛れるというもの。さあ、説明するがいい。人間とトリックとやらで、説明してみせるがいい。そして人間の身の程を知るがいい。我が千年を、人間どもが気づいたとかいう百年で立ち打ちできるか、試してみるがいい。それでこそ、お前を屈服させる楽しみが増すというものよ。さあ、聞こう。バトラとやら、マリアの手紙は、六人の殺し方は、シャッターは、レシートの封印は、チェーンの密室は、カノンのボイラー室は、ゲンジたちの客間は、夏日の自殺は、碑文の謎は、隠された黄金のありかは。さあ、バトラとやら、人間の力を見せてもらおうではないか。